めっちゃうまいやん。すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、埼玉の豚骨ラーメンの聖地がファン待望の復活をいたしましたということで、こちらです。車がないと行くのは難しいです。埼玉県北足立郡蓮田駅から車で10分、徒歩だと25分くらいのところにありますラーメン風神さんにお邪魔してます。こちら風神さんは私すするも過去に2回ほど訪問させていただいておりまして、濃厚な草うま豚骨ラーメンがいただけるお店として知られ、毎日通う熱狂的なファンもいるお店です。店主さんの体調不良により一時期はねちょっとお店を休んでいたんですけれども、現在は店主さんも復活しまして、濃厚な豚骨ラーメンをしっかりとお店で炊いております。埼玉最強、そして日本でも屈指の濃厚豚骨ラーメンを久しぶりにすすれるのめっちゃ楽しみしちゃうんで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。今日も京都でね草野球来ておりまして、いつも参加させていただいてる向こうずバーサス、なんと王道屋の清水社長もね向こうのチームにいらっしゃるということで、白熱したねバトルが繰り広げられています。向こうのチームはね、あの前回も戦った、ね、お祝いチャンネルさん、木飯さんのチームに、まあ、清水さんが入ってるみたいな感じで、清水さんのね振りめっちゃいいんですよ、マジで。めっちゃスイング、しかもなんか左バッターだったし、めちゃくちゃスイングいいんで、ちょっと今日はホームラン出ちゃうかもしれないですよこれね。非常に楽しみです。というわけでいきなりですが草野球の様子からお届け。まさか清水社長と一緒に野球ができるとは思いませんでした。清水社長のプレーが見たい方はぜひ野球 YouTuber 向こうさんのチャンネルをご覧ください。さあいよいよ俺の打席が来るぞ。話は少しそれますが、スタッフとこの映像を編集しながら2004年のプロ野球ストライキ問題の話になり、胸が熱くなりました。だからどうということではないですが、打球はそれないように気をつけましょう。というわけで試合が終わりまして、ありがとうございました。いやお疲れでした。まさかの清水さん出場ということですごい。25年ぶりか。そんな久しぶりだったっす。そんな久しぶりだよ。マジっすか。俺明日仕事できっかなこれ全身痛いかもしれないですね。最後悔しかったな、女の子から打てなかったな。でもいいヒットでしたけど、なんか渋いヒットでしたけど、どこ飛んだか分かんないもんだっていやレフト前にこう綺麗に行ってましたよ。失敗したな。ホームラン打ちたかったな。またやりたいですね。ぜひね、はい、お願いしますよ。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またラーメンも食べていきます。はい、ありがとうございます。こうして草野球で汗を流しやってきたのは蓮田駅。すっかり夜になり、運動の後はやっぱりラーメンがすすりたい。というわけでね、辺りはすっかり暗くなってしまったんですけども、本日の目的のラーメン屋さんの駅に着きました。ちょっと駅からね距離があるお店なんで、あの今回はねラーメンオタクの知り合いの方がお店まで送ってくださるということで、一緒にすすっていきたいと思います。車に揺られ本日のお店に到着です。さあラーメン風神さん注文せです。今回はチャーシュー麺を常連さんおすすめの油抜き、麺の硬さは針金をチョイス。さらにトッピングから崩れ卵と魚の辛そぼろをお願いしました。店内も営業再開とともに綺麗にリニューアルされており、広いテーブル席があるのも助かる。すると店主さんから味付け卵をサービスしていただきました。ありがとうございます。早速パクリと食らってみると、超半熟な黄身がとろっと溶け出して、まさに飲める味だな。最高のスタートを切れたなと、さらに気分を良くして待ってた。こちらがラーメン風神さんのチャーシュー麺油抜きです。ぬはん。到着と同時に濃厚な豚骨のスメルが漂い、どでかく分厚いチャーシューがゾロリと並んでいる。替え玉もしたいけど米も欲してしまうぞってことで、いただきます。ではまずスープから。ちょめめい。油抜きにすることによって豚感が全面に押し出され、脳天に電撃が走るような美味しさ。味わいも濃厚ながら醤油のキレもあり、店主さんの本気度もひしひしと伝わってくる。天国じゃなくても楽園じゃなくても、すするはこのラーメンをすすれるだけで、それだけでいいんです。さあ続いて硬さ針金でお願いした麺とご対面して、よっしゃすする。グバーン。博多から取り寄せているという本場の極細麺は、表面滑らかで濃厚な豚骨スープをしっかり絡め上げ、コシもあり風味も立った、たまらない美味しさ。風神さんといえば針金と言えちゃうほど、この硬さが超おすすめで、一度ハマったら抜け出さない。聖和ラーメン名はすする、人呼んでラーメン YouTube と発します。一心不乱にこの美味しい豚骨ラーメンをすすっておりますので、どうぞごひいきに。
さてお次はどってかいチャーシューに食らいついてみましょう。でへい、極厚ながらどっぷりと柔らかくふわふわとした食感がなんとも癒やし。そしてブリンとした脂身もライス欲をかきたてプルンプルンでうまい。豚骨スープをまとわせれば豚が豚をまとい、丼状は壮絶な場になってきます。てな感じでキクラゲのコリコリ食感や海苔の磯感にアクセントをいただきつつガンガン食べ進めると、ついにこの時がやってきました。風神さんといえばのフライング替え玉です。果たしてうまくキャッチできるのか。ナイスキャッチ。ちなみにこちらも硬さは針金でお願いしました。というわけでここでいよいよ味変アイテムの魚の辛そぼろを登場させましょう。ほんのり魚介の風味があるそぼろ肉に辛みを入れ、それを濃厚な豚骨スープで溶かし全体を混ぜ合わせます。さすれば準備は万端、麺を絡めてすすってみましょう。にひん、これがまさに最強の味変アイテムとして後世に語り継ぎたい一級品で、濃厚豚骨にするりと入り込む魚介の程よさ、そして辛みのピリッと効いたエッジ、そぼろ肉によるジューシーな旨み、どれもが美味しさへ向かって一丸となって進んでいく。替え玉まで楽しむならこの魚の辛そぼろ、略して魚辛はマストで注文すべきでしょう。そんなこんなで魚やごまも投入して高度味変成長真っ只中。一気にすすりまくってラストは崩れ卵のトロットロな黄身で口内をマイルドに仕上げれば本日も完食です。大変美味しくすすれました。再び風神さんの濃厚で美味しい豚骨ラーメンがすすれて嬉しい。店主さん今後もお体ご自愛ください。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、風神さんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。久しぶりの風神さんだったんですけど、お店の外とかね、店内もリニューアルしてかなり綺麗になっていて、店主さんもね元気そうで本当に何よりでした。すするはチャーシュー麺を油抜き、麺針金で注文しまして、油抜きはね前に常連さんから教えてもらった注文方法で、風神さんの豚骨スープをねよりダイレクトに楽しむことができます。まあ最初はねノーマルを食べて、その後ね油抜きもチャレンジしてみるといいかもしれません。スープを一口飲んだ瞬間に濃厚な豚骨スープの旨味が体中を駆け巡りまして、飲んだ瞬間一瞬でうまかったし、そしてずっとうまかったです。やっぱり風神さんすごかったですね。針金でお願いした麺もしっかりと歯ごたえがあり、濃厚豚骨スープもバッチリ絡まっていました。魚の辛そぼろはスープを投入して替え玉の麺をくぐらせてねつけ麺風にしていただきました。この魚の辛そぼろ、略して魚辛がねまた美味しくて、ご飯が欲しくなるナイスな味変でしたね。久しぶりにフライング替え玉もできて本当に最高の一日となりました。店主さんの元気そうな姿を見られてね本当に良かったですね。埼玉の濃厚豚骨聖地としてこれからも長く末永く続いてほしいお店だなと心から思いましたね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、ラーメン風神さん、豚骨界の風雲寺や風神風雲寺うまい。どうも、のびーです。編集後期ということで今回はラーメン風神さんです。過去に2度ほどすする TV では訪問していたんですが、店主さんが体調不良でお休みされていまして、この度また復活されまして、お店もリニューアルして綺麗になったということでおめでとうございます。はい、ということでね、サムネの方でもフライング替え玉ってなってますが、まあフライング替え玉が特徴的ではあるんですが、スープの方もちょめめが出てるのでしっかり美味しいということがね分かりますね。はい、で味変アイテムの魚の辛そぼろもめちゃくちゃ美味しいみたいなんで、そちらもぜひね味わいに行っていただきたいと思います。はい、で麺もね博多から取り寄せてるということなんで、本当に味へのこだわりがすごい伺えるラーメンになってるんじゃないかと思いますね。車がないと行くのはね難しいみたいなんですけども、編集後期にねチャルゾーくんがいないので、そのお詫びとしてチャルゾーくんに車を出してもらって僕もねすすりに行きたいと思います。はい、まあ、チャルゾーくんはね車で待っていただいて僕一人で食べたいと思います。